はい、皆さんご機嫌いかがですか？ケイトです。今日はですね、新しくゲットしたヘブン・アンド・アースのタロットですね、こちらを紹介していこうと思います。で、他の占い師さんよく開封動画っていう風にやっておられますけど、僕はなんかこの第一印象っていうよりはこうちゃんと眺めてからのね、それ印象をお伝えしたいなと思うので、あえて先にもう開封してあります。で、じゃあ早速やっていきますね。まずこのケースがこうしっかり立派なケースに入ってますね。で、開けるとスポッてこの音好きだったりするんですけどね、こういうケースに入ってます。それから、このヘブン・アンド・アースのタロットの専用のこのブックレットがついてますね。まあ英語が堪能な方はこれご覧になればいいなって思います。はい。それから、余分なつとあれだけど、こういうカードが入ってます。で、余談ですけれどもね、こういうカードせっかく入ってるのに利用しないのすごくもったいないなって常々思っていたんですね。で、思いついたのがですね、こういうクリアファイルじゃないな、カード入れですね、ここにこうぶち込みます。で、こんな風に、で、これでカードホルダーにしてこう飾っておいたりとかね、最近するようにしているんですね。これ楽しいので、真似してみられてもいいかなっていうふうに思います。はい。ではカードの、中身見ていこうと思いますけれども、これね、ライダー版と見比べながらやってみようかなと思います。はい。それでまずは愚者、愚か者のカードですね。で、ね、このヘブン&アースはね、ほぼほぼライダー版と似通った感じで作ってありますね。で、太陽がありますし、からお荷物もちょっと小さめ、花持ってますよちゃんと。で、洋服はね、さすがにこんなのは着れないかなみたいにしてるのかな。で、崖がありまして、ってこれ犬がね、これなんだ、ウサギっぽく見えるんだけども、あ、犬だ、ここがね犬になってますね。あと、このヘブン&アースのこう特徴としてね、ここに名前があって、ここに惑星のマークとかが、惑星とか先星術用のねマークが入っているので、ここで先星術詳しい方だとこの意味もね拾っていけるんじゃないかっていうふうに思います。で、愚者はこんな感じで、魔術師、ちゃんと無限のかあれがありますし、ここはねフォースを感じるやつ、なんて言ったんだっけね、スターウォーズのやつですね。そんな雰囲気ですし、で四大要素のものがこの上にあります。で、ここもね、ちょっとしたお花畑になってて、ちょっと肌がはだけてるのがセクシーだったりもしますよね。から女教皇様、女教皇様、すごくね理智的ではあるけれども、もう少し柔らかさが感じられますよね、この女教皇様はね。で、夜勤と問わずこのマークもちゃんと入ってます。で、足元の月もね、よく見るとね、ここにちゃんといますね。本当にこういう風にうまくね、ライダー版の特徴を取り入れて作ってありますね。から、エンプレスは女帝様で、本当にこの女性のマーク、金星のマーク、ここがこれに行ってますけれども、ここに私の得意なハープがありますね。で、やっぱこの、ね、繁栄の印の水とか木とか、ここの、苗、米小麦みたいなのもしっかりありますね。紹介動画ですけど、ちょっと詳しく、できるだけ詳しくやりたいな。皇帝様、ものすごく威厳がありますね。この、やっ
っぱりこの、あの足、甲冑の足みたいなのもよく見るとしっかりね、再現してあるんですよね。うん、で、なんか、ライダー版のカードを、なんていうのかな、写実的にした、あの、写実的ってわかるかな、うん、にしたようなカードなんじゃないかな、というふうに思いますけれども。うん、こう、でもかっこいい。本王様。皇后様はね、ライダー版のこの皇后様はなんかちょっと表情が僕は何ですかって感じしちゃうんですけどね。こちらヘブン&アースの方は本当にね、こう天からの啓示を受けて、こう死んじゃって言っていいのかなにこう伝えようとしている気持ちっていうのかな、そういうのが現れてますね。うん、この六芒星がね、特徴的かな。うん、でこの鍵のマークはね、ここにちっちゃく鍵がありますよね。本当にライダーの準拠っていう感じのカードになってます。で恋人のカードはね、この天使がすごい厳かですよね。もう遠くからこの恋人たちを見守っているっていう雰囲気、見守ってる、見張っている、うん、どっちとも言えますけどね。まあね、突っ込みませんけど、あえてね、すごいことになってます。はい、で戦車のカード、戦車は、ね、やっぱここのスフィンクスみたいなのはきちんと書いてあるし、これなんか六芒星が出てくるんですね。こっちは出てこない。このヘブン&アースでは六芒星が何か大きな意味合いを持ってくるのかな。うん、その意味ちょっと加えていきたいような雰囲気もありますね。うん、はい、で次は力。もうほとんどね、なんちゅうのよ、同じですよね。たおやかな女性が、ライオン、ね、猛獣使い、猛獣との、ね、仲良い関係を作っている。からインジャさん、まんまね。でもこのライダー版がね、奥行きがない雰囲気がありますよね。あとはライダー版も、ま、意外と近代のカードではあるんですけれども、このライダー版の絵も怖いっていう方がいらっしゃるので、そういう方はね、こっちのね、ヘブン&アースとか他のライダー準拠のね、カード使われるのもありかなっていうふうに思いましたね。うん、なんでこのライダーが怖いかなっていうのは思うんだけれども、僕ね、昔っていうか、マルセイユ版のカードがすごく怖かったんですね。今もちょっと苦手なんですけど、どうして苦手なのかなと思ったら、人の顔がですね、日本人とかけ離れすぎているんですね。で、それでね、その表情がなんか怖いっていうのはあるんだと思います。で、運命の輪ですね。ここのスフィンクスもいますし、謎の生物もいるし、これご存知の方、いらっしゃるよね。タロットになってるんですね。ここでトーラってなってたりね、ちょっとそういう隠し文字があったりとか、こっちも書いてありますね。で、ジャスティス。こちらのジャスティスね、これはちょっと特徴出てますね。目隠ししてるんですよね。なんか本当の本当の正義って何だろうみたいな風に考えてらっしゃるような、そういう自分の主観っていうのかな、見たものっていうよりはその精神性っていうのかな、そういうところでの正しさみたいなものを測りたいっていう意思を感じるかな。からハングドマン、やっぱ六芒星出てくるんですね。うん、これの意味ちょっと探ってみたいな。うん、から死神さんは、こっちのやっぱ怖いっちゃ怖いけども、こっちもね、写実的ゆえの怖さってのはあるかな。うん、でこの旗もね、なんか
いかにもなんか今そこにいるぞっていうこうはためいてる感じっていうのが、ね、動きとして分かりますよね。からテンペナンス、うん、こちらの天使さん、まあ一応天使さんっていうのは無性、性別がない存在ですよね、一応ね。こちらは、うん、女性として描かれてる感じかな。ここなんか勇ましいよね、うんうん、このどうしてこういう紹介動画を撮っているかというと、やっぱり新しいタロット買うとき、これ気になるけど、なんか全部のカードちょっと見てみたいよってね、思いますよね。で、そういうののために僕は撮ってるってのもありますけれども。で、悪魔。来た、悪魔。で、これ五芒星。こちらもね、1、2、3、4、五芒星だね。六芒星だったのは、ここでは五芒星になってる。うん。これも何か特徴がありそう。いや特徴というか意味ね。でタワーです。タワーはね、何をどうあがいてもこうなりますよねっていうのあるよね、うん、でそれから、星のカードは、うん、生めかしい女性ですよね、やっぱね。こちらの女性は、うん、ちょっとセクシーだよね、うん。でこの1、2、3、4、5、6、7、7つの星もちゃんと入ってます。から月。月もね、これがね、ザリガニのはずですね。こっち、なんじゃ？虫っぽいよね。なんでここは変えたんだろう。うん、ここのお月様の顔も、とても美しい、素敵な方になってるけれども。うん、それから太陽。太陽ね、これ僕好きなんだけれども、このね、子供すごい可愛くないですか。こちらもね、もちろん可愛いんだけれど、本当になんか人間の赤ちゃんみたいなね、うん、気持ち雰囲気でね、可愛いなと思うんですけれども、ね、でこの周りにもね、ホロスコープのマークが入ってますね。それから審判、このラッパ、ね、このラッパと救済の印で、このね、僕ちょっとこれ腑に落ちないのがね、この天使の顔、なんか白目向いてませんっていう感じがしちゃうんだけど、大丈夫かなっていうね。で亡者たちがね、救いを求めている。それから世界、うん、これはもう構図もやっぱ同じですね、うん、はい。で小アルカナの方も見ていきますよ。で、ワンドの位置、うん、これも、まあ、写実的にすると本当そのままですよね。それからワンドの2、地球儀もちゃんと持ってます。のワンドの3、うん、ここに太陽だよね。太陽があるのが象徴的かな。ワンドの4、こちらちょっと違いがありますよね。まあ豊穣のカードではあるんだけど、こっちはね、お城というか建物があって、その前でワイなんか食物がいっぱい取れたぜみたいな雰囲気あるんだけど、ここ人がいないんですよね。ちょっと寂しい感じがあるけど、なんかこういうところで僕はどうしようかなっていうのがあって、皆さんどうしてるのかな、これで意味か変わっちゃうのかなっていう、変えちゃっていいのかなっていうのは僕はわからない。できるだけライダーの意味を取るようにしてるんですけど、これだとね、お祝い的なそういう意味がなくなっちゃいますもんね。そうするとそのせっかくのね、ワンドのこの、4のイメージが全く変わってしまうので、それは避けたいなっていう雰囲気はあります。でワンドの5になる、これはね全く違う、うん、こういうふうに違う風に作っていうことは、これには大きな意図があるんでしょうね。
それからバンドのロック、うん、これも買ってきたっていうね、勇ましさ感じますよね。からワンドの7、うん、こちらのワンドのねライダー版の方はなんか一生懸命戦ってる感、なんかお前らくんな的な雰囲気があるんだけども、こちらのワンドの7の方は自分がね優位に見えますよね。実際優位な立場を持つカードなので、この方が分かりやすいですね、どっちかというと。からワンドの8、まんま、ワンドの9で、これですね、パッと見た感じ分かりにくいんだけれども、やっぱり包帯巻いてるんですよね、うん、その自分を守りますっていう雰囲気が、うん、やっぱちゃんと出てるかな。表情としてはちょっと勇ましさはあるんだけど、やっぱり逼迫したような表情ではありますよね。でワンドの10、これもまんまから、ワンドのページ、これはね、ヘブンアースでは、プリンセスになってます。新しい方のカードではね、このページをプリンセスにしてるカードって結構たくさん増えてきてますね、うん、なんでプリンセスにしちゃうのかなっていうのを自分なりにちょっと考えてみたんですけれども、まあ、この現代においてこのページの役割っていうんですかねっていうのがなくなってるんじゃないかなっていう、あのページっていうのはこのナイト、騎士ですね、騎士の見習いさんみたいな意味合いがあるんですよね。だから騎士の見習い、うん、でそれがプリンセスってなるとちょっと意味変わっちゃう気がするんだよな、うん、まあ、どっちにしてもちょっと見ていくとすごくね炎のイメージ強く出てますよね。このヘブン&アースの方はこのワンドの意味の炎、情熱みたいなものは如実に強く出ていますね、うん、からナイト、すごいね、なんか燃え尽きるんじゃないかっていう勢いで、ね、ワンドのナイトっての、うん、あのハリボテの馬だっていうふうにも言われることがあるので、まあ、そういうところを象徴しちゃうかなっていう感じもあるかな。ワンドのクイーン、メラメラだね。ワンドのキング、うん、メラメラな上にここにねライオン的なのいますし、それから太陽五光が指してる感じ強いで、あれキングオブペンタ、あれ待て、キングオブ、あ、ペンタクルか、これちょっとごめんなさい置いといてから、これワンドだね。ちょっとこれ順番にずれてたから直しますね。はい、でペンタクルに入りますね。でこちらペンタクルのエース、ここもね綺麗に書いてあるね。からペンタクルの2、ジャグリング、こちらもねちょっとその危うさ的なのは感じるけど、こちらもなかなかの危うさ、かっこいいね。でここ船がすごいことになってますよね、こっちね、写実にしたゆえの表現ですね。からペンタの3、うん、ペンタの3、これだとねここのライダーの方だとこの2人がこう何かを相談してる雰囲気になってるんだけど、あんまそこ関係ない気がするんだよな、うん、でこちらのペンタさんの方ではもう教会の方のねステンドグラス的なもの、それを高いところを直してる、そのためには人の協力が必要っていう雰囲気強く感じますね。からペンタ4、うん、これはもうこう俺のもんだっていう意志が強いけど、これもうなちょっとイルミナティ的な最近そういう動画好きで見てるんですけどね、貧乏カード、痛々しい、うん、かな。ワンドの6、
僕これマドンナカードとか言ったりするカード、ね、施しをしている。ここでね天秤を持っているっていうのが僕はミソだなんて思ったりしますけども。で不満足カード、あっち行きすぎかな。でコツコツカード、頑張ってるね。でこちらペンタの9、やっぱ写実にするとね人物綺麗ですよね。でペンタの10、なんかねこのじいちゃんの後ろ姿がねちょっと寂しいよね。でペンタの、プリンセス、こう大事に何かを考えて行動しましょう的な、これが杖になってるよね。アラペンタのナイト、こうなんちゅうのかな、僕はねライダー版の方のこのコートカードに動きを感じないというと大げさではあるんだけども、ヘブン&アースの方ではねこう行き先が分かりやすい感じがするので、奥行きがあるのでね、その辺が見やすい気がしてます。カペンタのクイーン、からペンタのキング、ペンタのキングはねなんかもう金なんかいらねえよ雰囲気なんだけれども、こちらはこう車椅子的なものに乗ってるんだよな。でソードのエース、ソードの2、もうニッチもサッチもどうにも、でハートの3って言いたくなるけど、ソードの3ですね。このハートのねこう生々しさもみたいなものが出てるし、ここに人物があることでその傷つき加減みたいなのも強まってる感じだな。かな、あずれてる、1234、これ6じゃん、4、はい。でこれはお休みカードですね。なんかねほぼ死んでるみたいに僕は最初感じたんだけど、こちらだとねああまだ、疲れたな、みたいな雰囲気ありますね。でソードの5、これだね、こっちの方がなんかね小賢しいというかずるい雰囲気あるな。ソードの6、構図がやっぱり同じなのでね、ほんと読みやすいと思う。ただここにカラスがいる、押さえるとこ押さえてあるので本当にいいね、セブン&アース。ソードの7、ソードの8、この人なんかね、なんかうまく言えないけど痛々しい。でソードの9、これもねどんな夢見たんだよあんたっていう、でソードの10、これはこれ分かりやすい。ソードの10はさここがちょっと明るさが出てきているよっていう意味合いがあるんだけど、ここにね太陽がいることでねその意味合い分かりやすくなってますね。でソードのページ、プリンセス、かっこいいね。でソードのナイト、いけっていう、これも何て言うんだろう、画像がブレてる感があるんですよね。それでその勢いっていうのが強く出てますね。でここにも六芒星、
で、ソードのクイーン、やっぱりね、僕このソードのクイーンに孤独を感じるんだな。ここになんかね、あの天使的な顔があるのはこっちに行ってますね。わかる？で、ソードのキング、やっぱ力強いね。ここにいる者ども、者どもと、これがごぼう線。ちょっとここを深掘りしておきたいな。で、カップのエース、たっぷり水出てる。で、カップの2、こちらもね、水を象徴的に使ってますね。それからカップの3、ウェイっていうやつね。こっちもね、もちろん楽しそうなんだけど、こっちなんか踊りを踊ってる雰囲気っていうのかな、それが強く感じるし、あともっとあの高いところの人への感謝みたいなものも感じるし、ここにねブドウがなってるんですよね、あとワインでも美味しいのができたのかな。でカップの4、あ、ここずれてる、何をしてんだ私は、これもまんまやね。カップの5、まんまやね。カップの6、これはパッと見ると分かりにくい気もするけれどもね、やっぱりこうね、ちょっと年長の方とちょっと年少さんみたいなので、この花の雰囲気が分かりやすいですね。で、カップの7、これは僕ね、これライダー初めて見た時に、なんか手品師ですかあなたとか思っちゃったんですけどね、これが一体どれが本物の私みたいなのが分かりやすいかな。で、カップの8、このライダー版だとこう負けちゃった的なイメージ僕は強く感じるんだけど、こっちだともう、はいはい次はい次みたいなイメージ強いかな。でカップの9、これはね、こうなんかあの商売をしたおっさんがドヤ顔でねやってる感じあるけども、こっちの人はなんというか、ウィッシュカード感が強いかな。こんだけの愛を私は持ってますよみたいな、かな。ファミリーカードカップの10、これもね素敵ですね、家族がね、からカップのプリンセスページですね、こう優しいんだけどちょいっとした厳しさみたいなものもあるね。僕ね、カップのコートカードに関してはちょっとした厳しさを感じるんですね。それはどうしてかっていうと、本当のここでなんか語りが入っちゃうけど、本当の愛って何なのっていうね、自分のため人のためってそういう純粋なものって本当は何なんだろうって突き詰めて考えちゃうことあるのでね。そうすると愛って優しいだけのものじゃないよっていうのを感じたりするんですよ。でカップのナイト、なんだこれ、鍵それからカップのクイーン、これはここのカモメ、この鳥、この鳥っぽいよね。その愛を生んでいく、運んでいくみたいな感じなのかな。で最後カップのキング、なんで脱いでんのって感じはあるけど、一番スピリチュアルな存在って言われてますけどね、これはやっぱスピリチュアルな存在だから服はいらないよって感じなのかな。
はい、という感じでね、このヘイブン&アースを紹介してきましたけど、これこんな風にねパラパラパラってすごく滑りがいいです。でこの紙の質もねプラスチックっぽいので扱いやすいですね。こう混ぜる時もサラサラって混ざるし、で僕が苦手なねカード切るのもよいしょさあサクサクっといくのでね、サクサクと言ってました。ね、こういう風にうまく滑ってくれるので扱いやすいです。はい、ということで今回はヘブン&アースのカード紹介をいたしました。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。